はい、こんにちは、山本一郎です。今日お話をするのは、グルメサイトに、公正取引委員会が、いろいろそのやり方についてどうなのよっていう、注文をつけ始めたという件についてお話をしたいと思ってるんですけれども、グルメサイトをやっているその各社からするとですね、来るべき日が来たかなっていうのはちょっと思ってたりもします。私もその過去、一昨年ぐらいかな、食べログさんの件はその、ウェブに書いたりとかですね、あとそのホットペッパーだとか、あとそのグルナビさんの問題についても、いろいろその、他の証券会社さん向けのレポートとかですね、このあたりでちょっとそのいきなりこう何か起きるとは思わないけれども、中長期的にはいろいろな、商売上の問題を起こすんじゃないですかねみたいな観測は書いていたんですけれども、ここに来てようやく問題視をされるようになりましたということを、今日お話をしたいなと思ってるんですけれども、これちょっといろいろ原因があるので、順番を追ってご説明すると、これもともとその、広告を取って上位表示するっていうのは昔からよくあるビジネスのやり方でございましてですね、それこそその Google の検索エンジンとかですね、あと Yahoo の検索とかですね、様々なところで同じようなことが起きるんですけれども、今回そのグルメサイトで何が問題になったかっていうとですね、点数の操作っていうところがあります。でこれはその結構前からですね、それこそ2019年の春ぐらいだから、ちょうど1年ちょっと前ぐらいからですかね、これはその食べログさんが主にこう中心になっていたんですけれども、非常にこう名店とされるところでもその平均点が 3.7 点とか 3.6 点みたいなところで真ん中によりますと。で一方でその、お金をきちんと払って、食べログに掲載しているお店はですね、4点台になってたりとかですね、明らかにこれなんか点数操作されてるんじゃないのっていうのは、外側からも観測されるわけですよね。でこの点数の差ってどのぐらい集客力に差があるのかっていうのは一つのポイントなんですよね。でこれ、ちょっと外形的な話ですけれども、おそらくそのお金を払ってきちんと上位表示をさせている店舗は、それらのグルメサイトから何割か、多いところで2割5分から3割ぐらいその集客がきちんとできていたんじゃないのかなというふうに言われているところであります。でこのあたりそのやっぱその認定が問題になるんですね。で認定っていうとみんなこうってなるかもしれないですけども、まさにそのどう点数が操作されたのかっていうところだけじゃなくて、その結果としてお金を払っているところとお金を払ってないところの間での表示の仕組み、点数の違いってものがどれだけそのグルメサイトからのその同意の差になったのかっていうところを調べなければならないっていうところがありましてですね、なのでその非常にこう慎重に聞き取り調査をやったというとかですね、あといろんなところからある垂れ込みをそのかなりこうよく見ていらっしゃったのかなというふうには思います。我々もこう、途中でその話を見ていて、ホットペッパーとかですね、あとそのグルナビとかですね、その忘年会シーズンにかけて、いろんなところでそのお客様の移動に関してそのグルメサイトの問題って大きいんじゃないかってことを、いろんなそのジャーナリストの方もそうなんですけども、実際にその店舗を運営されているチェーン店の方がですね、これはちょっとおかしいんじゃないかってことをですね、かなりおっしゃるようになってですね、で実際そのヒアリングしている中身ですと、もちろん記事にはしないまでも、ある程度そうい こう傾向があるようなってことは分かっていたわけなんですよね。なのでその、公正取引委員会の方も、これはさすがに放置できないだろうと、要は広告は広告で通るの構わないし、上位表示自体もそこまで悪質なものとは言えないと、そういう仕組みでやってますということは放置されてればいいんですけども、ただその点数っていう、こう要はあんたの店は3点台だから普通、あなたの店は4点台だからうまいんじゃないの、美味しい店なんじゃないので、5点近ければ当然その素晴らしいクオリティのその食品がハイコストパフォーマンスで出してくれる店なんじゃないのみたいな、そういう話もなるとですね、みんなこう高い方の店の方がうまいだろうと思うんですね。ただ それって金で買われた評点だとするならば、金が買われて評点が変わるってこと自体問題なんじゃないのっていうことをですね、お金を出してない側は言うわけですよね。で勝手に点数の低いところをつけられる場合ってやっぱあるわけじゃないですか。この辺こう2つの問題のうちのもう1つの方なんですけれども、今申し上げたのはその点数が高いところは買われてるんじゃないの、一方で点数の低いところはなんでうちの店が低いんやってことで、これ中傷じゃねえかみたいな話なんですね。営業妨害だみたいな、そういう話になるんですよね。でそれは仮に例えばですけれども、そのグルメレビューですと、で実際にひどい店だったとしましょう。それこそその辺にこういっぱい変な虫が歩いてるとかですね、その変なクソみたいな味付けだとかですね、そういう店が仮にあって、評点がもう本当にこの店は星1個です、もしくは星2個です、ウェイターもひどい態度を取りました、
なんかそういったそのまずい店があったとして、でも星1個だっていうふうにつけて載せるじゃないですか。でこれは店の側からすれば、じゃあそれを証明しろってなんですよ。もちろんそのひどい味付けだってこう主観の問題ですよね。その人がそう感じたから、これはひどい点であるべき店だっていうふうに書くわけですよね。もしくはそのひどい対応されたので、この店は許せないと、だからこそこの店に関してはその、あかんっていうふうに書くっていうようなことも出てくるわけですよね。でこれっていうのはやっぱりこうそのやられた側の店っていうのは何でですかと、身に覚えが仮にあったとしても、そういうことをその対外的に言うことに関してはそれは営業妨害ですよね、業務上の問題ですよねっていうことを言いやすいわけですよね。でそうなってくると、その公取さんどうにかしてくださいよと、私の店勝手にこんなこと書かれたんですよっていうケースもあれば、そのグルメサイトに対してこのレビューは消してもらいたいと、こういうことをした覚えもないし、これは嫌がらせなんじゃないかみたいなことを書いて、実際に本当に消えるケースもあれば残されるケースもあるんですけど、大体においても消されないと、救済はされないということになるんですよね。なので、その、ある意味、そのユーザーさんの、ある意味、善意を持って集めて、いろんな口コミを集めて、で、それに対して、その1から5の星をつけてですね、で、それで、一つの、グルメサイトとして、いい店をみんなで選んで、こういう店を応援しようっていうふうに、善意を持ってやっていたとしても、しかしながら、そういうこと自体は、その、今までは許されていたかもしれないけれども、実は、その、いろんな問題がはらんでいたんだよってことを、ここに来て、公正取引委員会も、問題視し始めたということがあります。で、そこにおいてはもう2つ、細かな原因というか流れがあるんですけども、1つは今まさにその内閣府だとか官邸だとか経産省さん、総務省さん、消費者庁さんも含めてやってるのが、プラットフォーム規制って言われるものです。で、これにはその Google だとか Amazon だとか、あと、Apple だとか Facebook だとか、国内でいうと楽天、ヤフージャパン、LINE、この辺りが入ってくるんですけれども、そういったその会社がそのいろんな情報をお客様から集めてきて、データを駆使していろんなサービスをやっていきますと。で、そのやっていくサービス自体が本当に適正な競争の枠内にあるのかどうか。で、さらにそういうそのプラットフォーム事業者っていうのは、お客様からガバッと情報を集めてきて、より良いものを提供するっていう利便性を与えている一方で、今申し上げたように低い評点が出てしまう、そもそも理由なく低い評点になっている可能性があるものに関しても、非常に脆弱になってくるわけですよね。で、こういうことも含めて考えると、そのプラットフォーム事業として、その例えば評点をつけて、このお店はいいのか悪いのか、もしくはここは美味しいのか美味しくないのか、で、それによってその集客の仕組みは大体3割以上違ってくるよねっていうようなところが、本当にビジネス的に適正なのかどうかっていうのは、まさに今議論をするところであります。これに関してはまだ結論が出ていないところでありまして、本当にこれでいいんだろうかっていうのは、いろんな観点があるんですよね。それこそその、この前のそのリクルートキャリアさんのリクナビ問題とかで、いろいろやらせていただいた時もですね、プラットフォーム事業者並びにその一つの、事業によってガリバーとされる会社があるんですよ。例えば、今回の、そのリクルートキャリアさんであれば、その当然その学生の就職については非常に有力なポジションいますと。他に医療サービスでいうと、M3 さんとかいますと。で、さらにプラットフォーム事業者でいうと、よりジェネラルないろんなその商売においてあるわけですよね。で、当然、アマゾンであれば、通販だとか、楽天もその通販で頑張ってる、そういったところでやってるプラットフォーム事業者が、例えばポイント事業をやって、このポイントをつける、つけないっていうところも含めて、何をもって公正な取引をするかっていうのは、非常になんていうんでしょう、いろんな方面から判断をしていかなきゃいけない部分なので、いかにその適正なその競争が行われ続けるのかっていうことを担保していかなければならないということだと思うんですよ。なので、そういった点でいうと、いろんなそういうプラットフォーム事業がやっている仕組みにおいて、常に有利な人たち、お金を払っているので上位表示をされる、もしくはいい評点がつく、有利ですよね。一方で、その有利じゃない人たちですよね。我々はそういうものに関してお金払いませんって言っていたら、勝手に低い評点をつけられてしまって、あそこの店あんまり評判良くないから行くのやめようぜってなるようなところは、当然中傷だ、営業妨害だってなるんですよね。で、そういったものをひっくるめて、そのプラットフォーム事業っていうことで考えるならば、その例えば、Facebook なんか特に典型ですけれども、いろんなその人たちがいろんなことを書いてタイムラインっていうのができてるんですけれども、そのタイムラインの中で、この人の発言は意味があって価値が高いから上位表示しよう、表示回数を増やそうってやるわけじゃないですか。一方で、この人はフォロワーも少ない、友人も少ない、大したことない人なので、その人の、発言は上位表示するのやめようってなれば、プラットフォーム事業者の側が、その書いてる人の、価値をですね、グレードを勝手に決めてしまうと。で、これって、勝手にスコアリングして、勝手にその表示回数変えていいのかっていう話はどうしても出てくるわけですよね。
なので、まあ、今回のその食べログであるとか、ホットペッパーだとか、あと食べログ、あと、グルナビ、あとレティですかね。まあ、このあたりのそのグルメサイトに関しては、その各社各用、まあ、適法なものが大多数だとしても、適法じゃないものがもし混ざってるんだとするならば、それはちゃんと業界内でのその周知もした上で是正をしていってねということが、まあ論点として挙げられるのかなというふうに思います。で、もう一つの、話ってのは、これはまあいいも悪いもあるんですけれども、僕らその公取の話をいろいろ見ていて、その強く思っていることがありましてですね、ちょっとこの辺り次回回そうかなと思っている部分があるんですけども、ちょっとだけヒントを言うとですね、やっぱこうああいう食べログだとか、あとグルナビだとかいうサイトが、そのどんどんこういろんなそのお店を評点していくこと自体がですね、まあ望ましくないというような動きが今後どうしても出てくるのかなと思います。いわゆる CGM の限界って言われるものがあって、例えば Amazon でのその偽レビュー事件とかですね、要はその勝手にいろんなレビューを書いてくる業者っていうのがそういう介在した時に、いわゆるその評価経済がその、まあ、あるのはそれはしょうがないですよね。それは皆さんいろんな評点をつけて頑張ってやっていくんですけれども、でも実際にはですね、その下側ですね、その評点屋さんっていうか、そのスパム屋さんとか桜屋さんみたいなのがたくさんいてですね、で、こういう人たちがそのうちの店は星5いっぱいつけてやるぜとかですね、もしくはそのあそこライバル業者から星1をいっぱいつけてやるぜとかですね、まあ、いわゆるその対中華対策みたいなのがあるわけですよね。で、こういったものを踏まえて、より適正なそのプラットフォーム事業が行われてますか、経営がされてますかっていうことをもう一回見直すっていうのは大事なのかなっていうふうには思います。で、まあ、これいろんなお店のお話が、そのおそらく公取さんの方にも寄せられているんですけれども、まあ、メディアでウェブ絡みでやってるところは特にそうだと思うんですけども、やっぱりそのライバル会社だとか、もしくはそのライバルのお店も含めてですけれども、その同業で、例えば同じエリアで同じイタリアンをやってるところが悪評をつける、これ結構評判の問題もあるんですけど、起きちゃうんですよね。あるんですよ、そういうことが。で、今その Google マップとかでいろんなそのお店の評点とかつけられ始めて、で、場合によってはその、まあ、お店の予約をメインでやってるトレタという会社が一生懸命そのあたりの、まあ、事業で構築しているものもあるとは思うんですけども、その如実にそのスコアとその来店数っていうのもこうきちんと相関をしていると。いい評点のところはいい人がいっぱい来る、そうでない店には人があまり行かない、で、その差っていうのはその星4と星2の間ではやっぱりこう何割か、もしくは何倍かの違いがあるとするならば、やっぱり自分の店に多く来てもらいたいんで、桜レビューを書きたいっていう欲望に駆られる人っていっぱい出ると思うんですよね。で、逆にその自分たちよりも流行ってる店があるんだったら、まあ、そこに行ったけど、店員の態度が良くありませんでしたとか言って、星2とか星1とかつけたいっていう欲望ってどうしても出るじゃないですか。で、実際そういうことやっちゃう人たちって少なくないんですよね。ので、そういったものを、そのいかにあなた方のシステム上では排除できていますか。で、それはお金で買われるものだけではなくて、その桜レビューだとかスパムだとかってものに対してどのぐらい対処可能なものをやってるんですかっていうのも一つの論点になっていくのかなと。で、ここの話っていうのは結構奥が深いので、また別の形で動画で説明できる機会があればいいなとは思っているんですけれども、やっぱこの桜レビュー問題っていうのは Amazon さん含めて皆さん頭を痛めているところだとは思うんですけれども、おそらく最適解っていうのはレビューをやめることだと思うんですよね。で、そのレビューをやめることによって、そのユーザーの側からすると、そのサービスに参画するっていうことの意味が失われて、ユーザーの、まあ、質が下がって、サイトのパワーも落ちていってしまうみたいなところで、皆さんそのやっぱ評点をさ、システムとして外すこと自体は非常に抵抗があるというふうにはおっしゃるようなんですけれども、ただ実際にはそこにはそのもうほとんど一般の人たちも関わらないようなところでレビューが売買されているってことがもしあったとするならば、それは早くやめてねと。いうようなことがどっかのタイミングでドーンと出てくるんじゃないかなというふうに思います。やっぱこういろいろ話を聞いていて、業者の気持ちも分かる、業者がその考えているそのシステムのあり方だとか、あとその、どうやってその、まあ、お客様にそのより多くのこう、まあ、情報を提供してですね、その店がいいのか悪いのかってことも含めて、まあ、体験してもらって、フィードバックしてもらって、それをさらに次の集客に結びつけてみたいな、そういうビジネスサイクルがもう成立しちゃってる以上、それを一からぶち壊せっていうのもなかなか難しいんですけども、ただそうは言っても、そのスパムをやる側っていうのは、そういうその、まあ業者の思いとはまた別なところで、
まあ、いろいろその仕組みをハックしてくるので、まあ難しいですよね。だからそこら辺はやっぱりこう、これから、まあそういう事業者さんのお話もきちんと伺いながら、その公取がどう判断するのかっていうところにこうかかっていくのかなというふうに思います。まだまだ結論が出るのは先だと思いますけれども、非常にこう注目して見ていきたい、ニュースなので、ぜひもし身の前にこうフラフラとそういう話題が流れてきたら、お、これはっていうような感じで見ていっていただけるといいなというふうに思います。どうもありがとうございました。